11月16日です。作業2日目。昨日はまあ無事に精油を下ろしたり、いろんな作業をして、今日はかかりっきりで、メインセールです。メインセールをまず切って、まっすぐに切って、重ね目を今日はサンディングして、アセトンで綺麗に拭いて、あと作業台を作って、明日の明るくなるのを待って、今度セールとセールをシカフレックスでつけたいと思います。これミスしちゃうと、ラインがずれてしまいますので、うまくいくかどうかわからないんですけども、明日頑張って、セールをくっつけて、1枚のセールに仕上げたいと思います。なんとか早くね、メインセールをしっかり直して、レースに復帰したいと思います。ここまで作業2日、明日は3日目。3日目でね、なんとかセール仕上がればいいなと思ってます。精一杯頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。頑張ります。